頑張れ、やばい、これ。すごい、心に来る。 ああ、あれあ、オープニングないのおうん、オリジン。あ、そういうことオールマイトの。やべえオールマイトのオリジンかい。ああ志村これが。うん、志村なな。ああああ負けオールマイトおうん。 うん。うん。無こせん。あ,あこんななのね。うははははやばいやばいやばいよもう。前回からね、2話連続で見させてもらってんだけど、いやまさか女性だとは 前回本当に、あのー、オールフォーワンがね、志村七って言ったときにお、なんか聞き間違ったのかなと思っちゃったもん。女性だなんて微人もさ、考えてなかったから <laughs>、すごいいい意味での裏切りを食らったんだよね。いやー、がっつり、がっつり出てきた、志村奈々 <laughs> や<っ>べー <laughs> <laughs> めっちゃ可愛い人だった。そしてオールマイトもちっちゃくて可愛かった。で、オリジンなんだね。私のオリジンって言ってたから。いや、オリジン界はやばいって今までも僕のチャンネル見てる視聴者の皆さんから言われてるから。いや、今回も相当やばい話になるんじゃないでしょうか。そしてそのオリジンの過去のお話とかもあれだけど、 いやー、オールマイト今、まさに、オールフォーワンの前で退治してるわけじゃん。で、も限界来て元の姿戻っちゃってってことを考えると、まあ、この後ね、無事でいられるのかどうかってところですよ。僕はそれがすごく心配です。あ、ああ今だ。いやー、街ダ大混乱だね。うん。 なあ,あ、みんな、ああ、紛れて。おうん。いや、逃げ切ってね。おうん。ああ、かっちゃんもいる。うーん、けど油断はしないで。あははは出た。<laughs> 出,た出た、出た。あはははは、切もう本当によくわかってんね、かっちゃんのこと。今のさ、一言でさ、返すって。 うーん。いやけど、そのグラントリの、もう、やられちゃってるというかね、あいつの力で。いや、選択ね、この選択が、後悔しないといいな、デクたちが。だからこそ帰ってきてほしいのよ。うーん。七に似てる。 うんグラントリノにはあれだね。デク君はオールマイトに似てるって言われて、オールマイトはナ,ナに似てると言われて。うわぁ、海の親。え、これどうなってんの、顔。いやー挑発してるんじゃ、うわぁえー、うわぁ やばいおお、ああ、無事だった、グラントリノいやー、ナイスうん。ああ、冷静になってね。うん。蒸発するのがうまいんだね。え顔、ないのかうん。 うわあ、限界を超えろ。プラスルトな、ここで。やーっば。いやー、こんなヴィラン、ねーそう、そういないんだろうね。いやー、駆けつけたいヒーローとかいっぱいいるだろうなー。うーん もう、見てる人たちも。わー、平和の象徴が、テレビで、<laughs> もう、みんなが、ミネタ君たちが、あー、全国。あー、こういう視点か。俺、なんかヒーローがさ、わー、そうなる。そうなるか。 そうなると不安なんだよな、見てる俺は。本当に勝てんのってなってくる。うん。おー。いや、ないよ、のっぺらぼう。 わあー、やばそう。わあ、また来る。ええー、いけるああ、えああマジかよやばいやばいあオールマイトああ、受けてるいや、これやばいよ、オールマイト わあ、あーそうだ、姿。そうだよ、これがあったよ。え、これオールマイトってなるよね。わあ。うーん。 もう、オールマイトのあれじゃない秘密がどん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 つまびらかにされちゃうんじゃないのオールフォーワンの手で。うん。それで敗北まで喫したら。 うん。なんか、目だけはね。おーいやー、頑張れ死んでないようん。え何えへへ、何うん。<laughs> <何> <laughs> お 孫孫なのあ、で、知ってるわけではないのか。うん。息子とかかと思った。孫うん。いやー、だからそのね、 血縁者とやり合ってたっていう。なんか先代との約束とかもなんか。うん。うん、心も助けて。 いやー笑ってー。いやー笑って前に進んでおる前と辛いと思うけど、心を壊されないで。もうこいつ巧みだわいや。心理戦まで得意だよ、オールフォーは。やべえよ。ああ <laughs> こんな姿になっても、まあ、助けてか。いやー、けど、それでも。いやー、動け、動け。あー、今、なんつったかな勝てよって言ったのかなうん。いや、頼む。いやみんなの声が届いてほしい。 届いてほしい <laughs>。やばい。あ、いけるいやあ、ああ、笑うかないや不安だわ、俺。うん。ああ、笑った。やあ、頑張れ。やばい、これ。すごい。 心に来る。うん。思い出す。うん。あオリジンうん。もうタイトルというかもう言っちゃうんだね、これは。 ああ、涙止まんない <laughs> <laughs> ー。いや、そうだよね。いや、もうここでしか使えないのかなー。いや、頼むよ <laughs>。 そんなだったんだね。やーばーい。えー、あー今までで一番すごいの来そうだけど。えああエンデバーああみんな来てくれたいや、これならどうよ。どうなのナンバーツーだぜ。 うん。うん。いやー、頼む、ちょっと。あれえあー、昔の。うん。うーん。いやー、そんなオールマイトが負ける姿なんて見たくないんじゃないなんだかんだ。一番のファンというかさ。<laughs> あっちいあっちはい,いや目指しつつもなー。んあエッジショットだっけあーレスキューあーシンディカンもいたうん。あー、トラも。いやだからもう、全力で、 うん。やれるような状況にしてくれてんのか。<laughs> いやー、俺もーうーん。<laughs> やばい。ああ。おっきい。<laughs> うーん。 はあ、いや、もうみんなの柱だったよ。ねえ、本当に。今もそうだよ。いや、もうみんな、テレビ越し、やばい。いや、やばい、これ。 うわぁ、止まらねえ。落ち着け俺。ちょっと、目痛くて閉じちゃいそう。はあいやーもう暑すぎるって。いやーいやー精神は超えてくるんじゃないそれこそそこがまたプルスウルトラでしょう。 なんかすごいこと言ってるけど。えー、やばそう。うわ何だってさっきのあの一撃であんなになったんだよ、街。うん ないはあーいやーそれちょっと感づかれちゃうの。怖いねいやいやいや、頼む、頼む。おお <laughs> マジかよ <laughs> もうこいつ、ちょっと、厄介すぎ。いや、いや、頑張れ。いや、頑張って。いや、どうなのああ、衝撃判定。うわあやべえ。 うーん。いやーいや頑張ってうん。いや、頼むええ、えー、えー、やだ いや、勝ってほしいわー。ダメなのうん。あ、笑うのかなここで。さらに。わぁ。えへへへ。また来んのさらに。いやー、頼む。いける いや、行っ,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 って、行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 って、お願い。<laughs> 頼むわ。え、おいいぞ。ああ、行ってたね、グラントリロ。いやどうなのうわあ。もう右腕。あダメだ。わあ、えー、そっちもか んあ、えあ、そっちでまたやんのそんで。いや、デクく,くんじゃん、マジで。ああ。いやかっけえ、この7って人も。うわあ。うわうわやばい。 ごめんね、なんか、語彙力が。ははは、いけいけやれるやれるこれはやれるやれるんだろうえユナイテッドははは、<laughs> 頼む <laughs> いやー、ユナイテッドはまずやばくね。いったやったでしょやったでしょ <laughs> やった ああ。生き残るけど。そういうことか、力はもう失っちゃうのかな。うわあ、けど、けどさあ。けどだよ。いやあ、けどだよ。勝ったよね。もう立ち上がらないよね。大丈夫だよね。いやあ。 平和の象徴じゃねえか、やっぱり。<laughs> やべえ。やべえ。いやあ <laughs>。もうこれだって無理してるでしょう。うあほら。うん。いやけど象徴としてのな、責務というか。 やばいいや最後いやーこれが最後かいやーはあ勝った勝ったけど勝ったよ勝ったああこの人あれかな ああ。うーん。ええー、けどこれ。うん。今のは大丈夫なのかな うん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 。あデクくんいやーバトン。いやーけどこれはあれだよね。デクくんは受け取ってるけど、その他のヒーローたちも、それこそここのみんなを、託されたんじゃない うん。うん。いや、もうね。いやー、キャラ、助かっただけでも。いや、これからも、だって、デック君に教えることはできるじゃん。 うわー <laughs> やばい。<laughs> いやー今改めて心の中で咀嚼してると <laughs>、もうまた <laughs>。やばい。<laughs> うわー うわあこれまた編集中に見て大泣きしちゃうわ。<laughs> いやー勝ててよかった。お疲れ様、オルマイト。<laughs> いやーもう、ピンチの時こそ笑うあの姿がかっこよすぎる。かっこよすぎるよ。 いやーけど、オール・フォー・ワンは本当にこれで、どうなんの静かに捕まってるとかありえんのかななんか、いやー、俺も心がよどんでんのかな腐ってんのかな殺しとくべき相手なんじゃないのって思っちゃうんだよね。ごめんね。あいつを生かしとくと、またなんかさ、 何かが起きそうな気がして怖いのよ。だから、そう思っちゃうんだよね。あー予告。ああ、あの姿も見られてね。ああエンデバー ええー、終わりの始まりって <laughs>、始まりの終わりって、まあ、どっちもあれだけどね。ヒーロー側もヴィラン側にしても、ここから新しい時代が始まってくってことなんだろうね。で、その中でまだ現実が受け止めきれてないのがあのエンデバーだったりすんじゃないの。普段はね、ツンケンしてる感じだったけどさ、やっぱ大好きだったんだろうね。ヒーローとして。いやーもう本当にね、もうこの話はずっと泣いてたね。いや、こんな熱い話はだってさ、 <laughs> もうナンバーワンじゃない今までのエピソードでヒーロー家の中でダントツに気に入っちゃったよ。まあ、とりあえずじゃあこれでもうオールマイトがやられるってことはないんじゃないかな。 ただ、もうすでにディク君に受け継がれてるっていうのもバレてるし、そこにあとね、このオール・フォー・ワンから誰かに伝わったりとかしないかなって心配。と、志村ラ・ナナのね、あの、がらきは魔王なんだね。まあ、そりゃそうか。まあ、息子とかだったらあんなね、年齢的に若くないもんね。じゃあ、改めて、じゃあ、そのしがらきの家にね、一体何があったのかってところですよ。まあ、そこら辺もまたこれからね、どういうことなのか見ていくのが非常に楽しみです。ぜひ次回もね、 来週リアクションをお届けしていきたいと思うんで、えー、チェックの方でよろしくお願いします、えー。そしてチャンネル登録もね、えー、ぜひお願いします。以上動画を2つがお送りしました、えー。皆さんの感想をお待ちしております。バイバイ。